ルンタミ日記。ではスリランカ旅の7日目に行きたいと思います。これは私が泊まってた、はい、ホテルですね。この大好きな椅子、最後に写真を撮りました。で、この日はですね、なんか空港まで、もうこの日は飛行機に乗る日だったから、空港まで直通のバスがあるよっていうのは聞いてたんだけど、私はちょっと電車に乗ってみたくって、電車にまだ乗ってなかったから。で、電車に乗りに、その電車のところまでバスで行きました。はい。で、電車をね、たまにその辺で見かけるけど、なんか電車のドアがいつも開いてて、スリランカは。で、そこに人がいっぱい立ってるっていう、立ってるっていうか、はみ出てるっていうのを見てたから、いや、ものすっごい混んでんだなって思ってたんですよ。でもまあ、一回乗ってみたいなって思って、で、それで、結構早く着いちゃったんですけど、駅に。そしたらなんかその駅にいる人たちとすごく仲良くなっておしゃべりしてて、そしたらそのうちの一人がなんかお兄さんが日本人の人と結婚してとかで今日本で住んでてとか言って、今日スリランカ航空に乗るんやろうとか言って、何時やろうとか言ってそこまで分かってるおじちゃんがいて、でホテルの人が言うには、電車で行ったらネゴンボとかっていうところで降りて、そこからトゥクトゥクだよって聞いてたんだけど、そのすごいいろいろ知ってる風なおじちゃんがネゴンボじゃなくて、その次のところに行ったらもう空港とくっついてるからって言われて、でネゴンボでピクニックとかしたいんだったらそっちでもいいだろうけどみたいな言われて、じゃあ私もそのね直接行けるんだったらそっちで降りるわって言って、切符を買って、で乗って、でそのおじちゃんたちがそのまさにこの私が外からよく見てたそのはみ出てる人たちをやってたんですよ。でなんか息子と二人ではみ出て座ってたんですけど、で私がすっごい混んでるからあんなことなってるんだって思ってたんですけど、実際乗ってみて分かったことは、全然混んでないんですよ。混んでないけどはみ出たい人がいっぱいいるんだっていう、それだけが分かった。あ、そういうことなんだって、みんなはみ出てんだっていう感じでした。はい、すごい面白かったです。あとなんか目の前に座ってた人が、まあ、赤ちゃん抱っこしてて、もうその場でおっぱいあげたりとかしてて、あ、すごい母強しだなと思って、はい、見てました。で私がなんか降りるところが、まあ、もうすぐかなって時に、その私のそのどこどこで降りると空港すぐだよって教えてくれたおじちゃんが、もう本当にその近くになったら、そのね、みんな世代かどうか知らないですけど、ヤッターマンみたいな、ヤッターマンわかります？本当にこう電車からはみ出て次はどこだみたいなの見てくれてたんですよね。でなんかですごい何回も確認してくれて、次だからとかって言われて降りたら、まあ本当に確かに隣に空港はあって、飛行機とか置いてあるんですけど、そこで降りて、でなんか Google マップで調べたら、あれなんか遠いみたいな。で一応駅の人に聞いたら、いやこっから歩いたら遠いよってなってでどうしようってなって、その空港は近い、確かに滑走路は近いけど空港は遠いみたいな感じでで、どうしようってなって、でそのまあ、調べたらバスとかでも行けたんだけど、そこの駅の人がなんか、まあ、1時間後次の来るからそれでもいいんじゃ、それでもいいんじゃないみたいな。でなんかまあせっかくだからもう電車で行こうかなと思って、で結局そのまあ電車で行ったら、そ何々で降りたら1キロぐらいだから歩けるよって言われて、でまあ1時間って言われたから、まあ、1時間もせずに電車は来たんですけど、そのそう、あれ？その写真って見せてないですよね。あ、そっか。あ、これか。で、こんな感じで、ついて、で、その、駅の目の前に牛さんがいて、まあ、こういうの見ながら、で、次の電車にこれに乗ったんですよ。これにってか、こっちの、反対側の方に行って、乗りました。ほら、空港なんですよ、確かに。確かに
隣空港だけど、こっから歩いたら1時間以上かかるっていうところでした。で、やっぱり線路は歩くものみたいな 感じですね。みんな歩いてる。はい。それで、駅員さんにそこまで行ったらあと1キロだからって言われて行ったところで降りて、で、もう一回 Google マップで見たら2キロってなって、いや、もうみんな言うことちゃうやんと思って。で、結局、駅のすぐ近くに、ちょうどエアポートって書いてあったバスが止まってあったんで、急いでそれに乗って行きました。はい。これがさ、すごい、もう、多分ね、ブレーキと連動してるのか、ちょっと止まりそうになった時にこれが光るっていう。はい。こんなバスですね。で、あとなんかミュージックビデオがずっと流れてましたね。すごいノリノリです。で、やっと空港に着いて、私はお昼ご飯ですね。この、ビジネスクラスの人のラウンジに行って、ご飯を食べました。これはなんか、ウイスキーですね。ウイスキーを飲みました。で、これはビジネスクラスです。はい。これが靴下です。だからいつもなんか靴下渡されるから、何のための靴下かよくわかんないけど、靴下の上に、靴下、オン靴下にして いつもなぜか、一応履くんですけど。はい。これはジュース。で、スリッパとかももらえます。で、なんかご飯の前にサンドイッチがあって、これはカクテルですね。ベイリーズミルクっていうのを作ってもらいました。美味しかった。これはステーキ。はい。ああ、終わったー。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで、会社に縛られずに100%人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では、今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。